リトアニアのレベルはどのくらいなのでしょうか。もちろん欧州とはいえ欧州の中では下の方だと思います。はい、でもこれもそれもでも実際やってみて感覚がつかめるかなと思うんで、まあ、今の段階で評価するのは早いかなと思ってます。 J リーグに行かない理由は何ですか。もうプレーしたことあるからです。ソルティーロの全クラスに訪問してください。はい、その目標はハードル高いですけど、死ぬまでにそれやれるなんかちょっとこう意思決定をこうどっかでしないといけないですね。かなり今コース多いんで70校近くあるんで、本田選手にサッカーを続けながら将来政治家として日本を変えてほしいです。全然この会見とは関係ないですけど、はい、政治家は、なることは今のところ全く考えてないです。いいね、政治家みんなでちょっとこう支えていきましょうよ、探して、うん、どっからのオファーがあったか教えていただけませんか。いやー、なかなか難しいですね、それは。なんでかっていうと、エージェント、僕のエージェントが僕に伝えてないところもある可能性があるからです。それぐらいいろんな、なんか興味本位のなんか話とかを、要するにみんな理解した方がいいのは、ちゃんとオファーが届くまでにもプロセスがあったりとか、いきなりオファーが届く場合もあれば、さらに言えばエージェントとクラブの間にその国のエージェントがいたりとか、エージェントの世界って本当に複雑な形で、みんないろいろやってます。なのでそこで情報戦が繰り広げられてるわけなんですけど、選手の僕にまで来る情報っていうのはもちろんエージェントたちもプロの人たちなんで、もう事前にフィルターかけます。どこまでの情報をやるのか、そして逆に言い換えればオファーにつながりそうかどうかわからない、オファーを持っていっても本田圭佑が受けないかもしれない案件はそもそもオファーのとこまで行かずに終わらせるんで、結局どこまでオファーっていうかですよね、欲しいって言ってるっていう口頭で言ったらもうオファーなのかどうかとか、興味があるってオファーなのか、結構話が結構変わってくるかなと思います。